ちょっとテレビをつけよう、つけてね。マシなチャンネルを求めて、衛星放送のね、松竹、東急、松竹東急、合わせるな。やりたいことが見つからない。ここに町を形成するんだけどさ、どうしよっかね。モノレールの町を作るか。モノレールの町ね、あんまりね発展しないんだよな。だんだん広げていくという、そういう感じでしょう。一気に作っちゃうとね、なかなかうまくいかないんですよ。Thank you.
畑なんだね、ここら辺は。とりあえず畑を作るか。石油とかもあるんだけどね、石油はすぐなくなっちゃうからね、利用しないかもしれないね。まあうまくやれば吸い取って倉庫に入れるみたいなこともできなくもないみたいなんだけど、難しいな。まあここもねちょっとかぶってんだよね。ここもそうなんだけどね、この道に対してはこっち側だけだね。一応ね、ここで折り返しでね、こっち行っちゃう。
繋がってないんだね。ああ、そっか。どうしようかな、やっぱり感情にしようかな、なんだかんだ言いながら。まあこういうところにね、こういうのをどんどん立てていきたいなと。潰したくないな。でっかいね。秒、分、時間、あと42日なんだね。
今これやってるのが9月の今日何日だっけな、忘れちゃった。12だね、今日はね。9月の12でございます。病院いらないんだっけ？もう病院いらないんだよな。そうだ。病院いらねえんだよ。これを壊したところでブーイングは起こらない。ここに公園を作るか。やっぱモノレールで来れるようにする方がいいね。
こっちにあんまり町作らないんだよね。どうするからかはまだ決められない。まあ公園とかね、そういうのこっちの、ここはもう終点だね。こっち側からも来れるようにつなげる。
あんまりモノレールから降りる人はいないね。ここはね、詰まる可能性があるんだよな。こっちが分岐を通過してるときに、ああ、詰まんないかな。あ、詰まんないね、多分。そしたらね、やることがなくなっちゃった。時間が来ちゃったんで、今回ここまでだね。